ルローニケンシン明治県各ロマンタン、ルローニケンシン明治県各ロマンタンマイナスの登場人物一覧4の森り合し4の森り合は、我がつ、信弘の漫画、ルローニケンシン明治県各ロマンタン、およびその派生作品に登場する架空の人物。作中では、美男子キャラクターの部位に入る。東京編、京都編、人中編と物語が進むにつれて、 デザインが大きく変化している。髪型については、東京編の初登場時から短期間のうちに、前髪のボリュームが増加し、印象が変化している。単行本のコメントによると、コミックス収録の際に修正も考えたが、これはこれで笑えるのでそのままにしたとのことである。その後、明治16年春の剣心たちを描いた後日談、春に桜では、 髪型自体は変化していないものの後ろ髪が伸びており、伸びた後ろ髪を一本に束ねている。衣装については、京都編まではコートを着用していたが、人中編では黒装束を着用している。春に、桜ではスーツを着用しているが、一コマだけコートも着用している姿が描かれている。青い紫の体には無数の傷跡が残っており、 数々の修羅場をくぐり抜けてきたことを暗示させる。完全版、第8巻の財布で、エンバーミングに登場するアシュヒトリヒトーと、ほぼ同デザイン。おつむ専用の装束を身につける。幼い頃から音密として厳しい修練を積んでいるため、常に冷静で徹底した現実主義者。科目で、無表情。そのため、他人から誤解を受けやすいが、実は情にあち 東京編では、武田官流の用心棒を務めていたにもかかわらず、高に恵みに対して、お前の幸薄い境遇には、少しばかり同情すると発言している。そもそも、明治政府によって52話番集が解散させられた後、自身には、多くの主官の口があったにもかかわらず、これを断り、4人の部下達と共に見、柳の用心棒を務めていたのも、どこにも、主官の口がなく、 戦いに身を置くしか生きる術のなかった彼らを見捨てることができなかったためであった。京都編で再登場した時には、人斬り抜刀祭を倒すことを目的とした修羅と化していたが、この時でさえ、五二は万衆の元仲間である、柏崎念イタリに対し、攻撃はした者の死には至らないよう無意識のうちに、手加減をしており、心の奥底に情が残っていた。また、主である、 徳川義信が、蕎麦、伏見の戦いで行ったような、醜い裏切りを意味嫌っている。未竜帝で剣心と対決した時、倒れている者にとどめを刺すのは、好みではないと発言するなど、それなりの戦闘美学を持つ様子。一人称は、俺だが、アニメでは、私とも言っている。江戸城において、敬語を務めた後庭は晩秋最後のおつむで、十五歳に、してその座を継いだ天才。 大政奉還の後、明治政府は五庭番州の中で彼だけに養殖を用意していたが、彼自身はどこにも主官の口がなく、生活の術がない部下達を見捨てることができなかったため、政府からの誘いをすべて断り、部下達と共に戦いを求めて彷徨っていた。東京編で初登場。この時は武田官流の養人棒であり、 幕末最強と歌われた一斬り抜刀斎を倒して、後庭晩番衆こそが最強であることを示そうとするが、剣心の前に敗北。加えて宮奈木に裏切られ、部下を失ってしまい、以後、死んだ部下の墓前に、最強の二文字を添えるために、修羅と化す。アニメ版では未流帝で剣心と戦う前に佐之助と一戦、交えており、手刀の一撃でたやすく打ち倒している。京都編では、 心差し、真実と同盟を組み、心差し一派の味と、百式の間で謙心と再戦する。この時、葛藤の末、三、柳の用心棒に流れ着く前の、本来の五庭晩番を積む、四の森あおしとしての誇りを取り戻した。その後、謙心と心雄しオスの最終決戦に姿を見せ、一度は、心雄しオスの技の前に倒れた、謙心のために、 時間稼ぎをする。人中編ではカオルから、雪城縁を止めるために、雪城どもへの日記を持ってきてほしいと頼まれたミサオと、共に、友への日記を手に、東京に赴く。間に合わず、カオルは、縁の手で命を奪われてしまった後であったが縁が、剣心の目の前でカオルの命を奪わなかったことに、疑問を抱き、カオルの死体が偽装であることにたどり着く。 その後の戦闘では五庭万衆の最後を締めくくる、おつむとして、外乗りの悪党は、外乗りの力を持って葬るという信念を見出し、外印と鈴作を撃破。剣心と縁の決着がついた後、東京編でなくした部下を京都に改めて、葬り直した模様。なお、明治十六年時点では、戦いから身を引いており、青い屋の主になっている。春に、桜では、 ミサオを連れて、久しぶりに、剣信たちの下を訪れており、裏では、多少の調査、探索を行っている胸が語られた。明日郎全回りでは、ラストシーンでミサオと共に五重頭を訪れている。北海道編では、見格兵器対策に、剣信が召集をかけようとしたが、沖縄曰く、身内の不始末による、任務中で、即時の召集は叶わなかった。アニメでは、 島原編にて、天草正午に狙われた火災に声を依頼されるも、戦闘意欲を喪失していたこともあって、これを断る。その後、ミサオが正午に敗れると彼女を救出している。黒騎士団編終了後は、東京に着いていたミサオを迎えに、東京に出向いた。その際、剣心と茶の湯を楽しむ一幕も見せた。キネマ版では、 斎藤と外印の会話の中で部下と共に1コマだけ登場。5庭晩秋集は維新後に解散したということになっている。PS2、炎上。京都輪廻では本編のシナリオを一度クリアすることで隠しキャラクターである青紫を操作することができる。このゲームではサブイベントに適期茶をする茶の良さについて語るミサオの入浴を偶然目撃する。 エビスーデボーの発言に戸惑うなど、原作にない、いろいろな姿を見ることができる。なお、心差しオスのアジト内で十本刀の面々と、会話ができるが、アンジとは、ある程度気が合い、逆に変なりには適視されていた。終盤、謙信との再戦で原作通りの展開で、本来の自分を取り戻した上で勝利するという、異譜展開となり、以後は剣信に代わりそう郎や、 心座シウに戦いを挑む。エンディングでは、部下の呆然に姿を現し、最強の花を手向けた後、いずこともなく去っていく。その時、墓には一輪の花が咲いていた。実写映画版では2作目、京都大河編から登場。基本的な設定は原作に準じているが、過去については、江戸向け使い場によって、戦いの場を失ったところまでは同じだが、その後に、口不由として、 味方のはずの幕府に仲間を殺されたという設定に変更された。また、この際の襲撃戦の回想で原作ではどこから手に入れたのか不明だった。もう一本の小立の出所が明らかとなっている。それからは、修羅と貸し、最強と呼ばれる、抜刀剤を倒すため必要に探し続けている。原作同様、年いりに、品種の重症を合わせた。三作目。 伝説の最後編では、謙信の通る道を先読みし、瀕死の体で切りかかろうとした、念至りを一周した後、ついに、謙信と退治。最初は優勢だったが、背後から仕掛けてきた三沢を蹴り飛ばしたことで謙信の怒りを買い、急刀流戦を受けて敗北。戦いを見届けた念至りは死亡し、青屋にて、三沢の手当てを受ける中で、沖縄のあだを打ちたいなら、 殺せ年を選ぼうとするが、沖縄や死んだ仲間の分まで生きてもらうと悟されたことで、思い止まる。最終決戦では、どこからともなく、煉獄内部に姿を現し、心座シウスに苦戦する剣心たちと合流。抜刀祭は、俺が倒すと、心座シウスに立ち向かうが歯が立たなかった。また、心座シウスと同盟を組んでいないため、心座シウスから、誰だお前は、と言われていた。 4作目においても登場。原作との大きな違いとして、東京における戦いで八つ目無名意と戦闘した後に爆弾の爆発から市民をかばって重傷を負い、最終決戦の縁のアジトにおける戦いには参戦しない。また、劇中、神谷道場にて、カオルやサノスケとは接触するもその時点で、剣信が留守にしていたため、青い紫は、 劇中検診に一度も接触するシーンがない展開になっている。4作目は公開延期決定後に演者の伊勢谷が大麻取締法違反容疑で逮捕されたため、新公開日決定時に発表されたポスタービジュアルでは延期前のものから姿を削除する措置が取られ、横加編にも登場しない。一方で10周年記念バナーには姿が映っている。剣信のことは当初、 五には晩衆の最強を示すために打倒すべき存在でしかなかったが、京都編の再戦で決着がついた後は、謙信に力を貸すようになる。人中編終盤までは謙信を抜刀祭と呼んでいたが、縁との決着後は、日村と呼ぶようになった。またアニメ版では正座で、足が痺れた謙信にマッサージをしてやったり、道場の近所に住む子供の相手をするなどの一面も披露しており、 原作よりもソフトな部分が見受けられる。なお、人中編で剣心が廃人になった際、それ以前に同じような経験をして復活を遂げた上に何事にも冷静に対処でき、隠密であるがゆえに経験や知識、知恵も豊富であったため、剣心が復活するためのキーパーソンのような存在でもあった。巻町美の重い人だが、彼女に対して、 恋愛感情があるかは不明である。ただしミサオのことを帰りを待つ者と呼んでおり、彼女が大切な存在であるのは間違いない。病人や彦に一目置いている人物の一人でもあり、東京編では彼の気迫に対して死なせるには惜しい。京都編で再会した際にひるむことなく、単価を切ったヤ彦に対しては相変わらずいい度胸だと評している。また、 人中編で斎藤から情報をもらうやすぐに飛び出して、一太や彦に対して呆れる斎藤とは、対照的に動くことが次につながるということが分かっている節がある、と評価している。小立ちで、相手の攻撃を防いで間合いを詰め、拳打や蹴りなどの格闘術、五庭番式拳法で戦うことを得意とする。当初小立ちは一刀だったが、後に、先代を詰むの技。 五庭番式小立ちに刀流を独学で極め、五庭番式拳法という号を消化させた。詳しくは、小立を参照。内刀と秋差しの中間の長さの刀。刃渡りが短いために攻撃力の面では内刀に劣るが軽く小回りが効くので、敵の攻撃を裁く盾としての機能は内刀以上。青い紫の場合、守りに徹すれば、 ライフルの弾も防ぐことが可能。小立に投流を得得して、以降は、一本の鞘の両端に二本の小立を仕込んで、持ち運ぶようになった。名前の通り二振りの小立を使用する。仙台を積むも小立に投流を使用。京都編後半までは、小立に投流とだけ表記され、検診戦で、五庭番式小立に投流として初表記されたが、志、優先で、 五庭番州式子立に登竜と多少変化。人中編で五庭番式子立に登竜として定着した。四の森のモデルとなった新選組副長、肘方歳三。名前は長岡市悠久山の青芝神社一辺を指す青芝の森に由来。モデルは当初は設定されていなかったが、後に新選組副長、肘方歳三がそのモデルとなり、 作中の階層に登場する土方とも似せてある。さらに作者がキャラクターデザインを担当した新鮮組軍狼伝の土方も同様のデザインである。羽織っているコートはアメコミ X 面に登場するガンビットのものをモデルにしている。ありがとうございます。